カフェダイスのコーナーでございます。選手のフィリーのお店でじっくりとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストこちら市川選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日は、はい、市川選手のお気に入りのお店で、はい、雑誌にも載ったことがあるということで伺ってきてるんですが、はい、じゃあどうぞ。狭いんで、はい、これ嫌がらせじゃないかな。Eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete se eu misturo com banana なんかあるんですね。はい、ありますね。マグロのカマと、はい、なんか1ロールってあるんですか。裏メニュー、裏メニューっていうか、はい、作ってくれましたね。作ってくれるんですか。はい、特別なお客様だけ言われて聞いた特別なお客様だけに。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。うまいっすよね。さっぱりしてて、あのね、嫌な酸味じゃないんですよ、ね、そうなんですよ。爽やかな酸味と香りと程よい甘さ。そう、そんで俺グルメリポート行ってみたか無理か。いやでも会計からしたら行ってんじゃないですか、ひこまろソーダ界のワールドカップや意味違うな違うな。はい、さあ、おあ、よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、井上です。井上さんですか。だから97年か6年ですよね。そうです。にエスパソお辞めになられて、チオールっていうのを出ました。これが、はい、これが1ロール。はい、これはあれなんですか、どんな風な、ね、あのマグロが好きなんで中にトロの漬けが入ってます。すごいよ。普通26でこれぐらいできる人はいないっすよ。俺やってないっすよ。世の中の26歳の若者はね、ほか弁とかっすよ。いやもう感謝します本当に。いやこれはうまい。ジェリーがやってくれるかい、彦摩呂のように。僕がっすか。彦摩呂よりあれになっちゃいますね。あと他になんだかな。なんだかな。最近から変わったのね。前振ってもやってくれなかったじゃん。いやそうなっちゃうんですよね。なんだなんだかな。もうちょっと俺一の後岡井は俺どうなんだろうね、後方的には。みんな入っちゃったんでね。マグロの構え。すごいっしょ。いやすごいっしょって俺あんたこれはだからね、26は頼まないもん、これ普通の26は。おいしいですね。おお、川選手の場合は最年少で代表に呼ばれてって、はい、で日本が初めてね、決勝トーナメントに出たっていう大会にも出てっていう、はい、こうステップがあるからね、はい、余計ワールドカップに対する思いがあると思うんですけども、うんうん、同じサッカーなんですけど、そのワールドカップのそのなんていうんですかね、ものすごいこのもう本当にもう雰囲気ですね、そのすごいものがあるわけですよ、なんか言えない。もちろん国を背負うっていう、やっぱその自分たちの責任もあるし、そういうものはすごいあるんですけど、なんですかね、本当にびっくりするぐらいね、疲れがね取れないですよね。疲れ切ってるというか、精神的に、体的にというか精神的ですね。やっぱそこまで追い込まないとやれないと思うし、そこまで自分たちを高めないと戦えない大会だと思うし、だから本当に今回の代表選手もやっぱそういう面ではすごく精神的にもやっぱ大変だったと思うし、うん、そういうものはすごく感じますね。なんか今年のキャンプはね、例年になくちょっと異例の尽くしのところもあって、そうですね、最初河口湖に行ってそこでカヌーをやったんですけど疲れましたね。あ、そうなの。でも次の日が朝から山登ったんですけど、トレッキングでしたっけ。もうそれがもう最初の5分でもう降りようと思いましたもん。まあ、妻越えの方ではもう基本的にボールを使う練習が多かったんですけど、やはりその山登りの影響がもろに出てて階段とか降りれないんですよ、手すりつかまないと。決して26歳という年齢から来るものじゃないですよね。うん、だから確認しました、若いお前大丈夫だって。僕も痛い。あ、大丈夫だ。今の現在のこう市川の売りっていうのは何ですか。何ですかね、マグロの釜ぐらいじゃないですか。でも見たいっすよ、右サイドのね、ほんと駆け上がり、まあ、正確なクロス。そうですね、まあ自分でもだいぶその足首の方も怪我っていう面はずっと引きずってたんですけど、
まあ、良くなってきてるし、まあ、そういう面での心配というかね、自分の中での不安というのはもうだいぶなくなってきたんで、まあ、これからは思いっきりやれると思うし、うん、まあ、後半戦に向けてやらなきゃいけないと思いますね。プーマの靴なんですけど、ちょっとサイズが大きいですけどね。どうします、1名1名にしますか、それとも1名1名一応聞きますが、どうします、紐外して4名、あ、4名腕上げてる全然違ってる今回はこちら市川選手のスニーカー、プーマのスニーカーですね、こちら1名の方にプレゼントします。宛先はこちらです。